ニートだとか、引きこもりだとか。そういうレッテル貼りの機関は、やっぱり NHK、その辺なのだろうか。その果てに、NHK は16年を費やし女性を殴り殺したのでは。なんとも、誰かに責任を取らせたい、そういう衝動が止まらない事件ではあって。大阪で監禁され凍死した長女は、あの、部屋の中で、生き延びる術はあったろうか。努力で、どうにかなったのだろうか。限界を超えろ。時々聞こえる幻聴、その末。幻聴というか、それは無理だ、に対して、無理じゃない、それをゴリ押しする。妙に強力な意向の存在。ともかく、新宿のアート展火祭と同じく、あの長女を助ける術ではなかったのかもしれない。何かの帰結として、その場の、罪、として、それはそういう形で発露してしまった感じ。表側、にいたら誰かが、ああなるのだ。